スーパーで買ってきました。ハタハタです。お刺身用で鳥取さん、鳥取県産で、1パック300円だったので1匹だいたい50円ぐらいかなと思います。でこちらを、刺身と、塩焼きかま煮付けにしてもらって食べたいと思います。はい、ではさばいていきます。まず頭を落とします。頭はですね、この辺がすごくトゲトゲしてるので、少し気をつけた方がいいかなと思います。ここに細かいトゲがついてます。ではこのヒレのところから頭を落とします。なんか柔らかい魚ですね。お腹を出しますけども、はい、お腹を出しました。血合いがあるので、包丁を入れておいて、後で洗います。かなりダルダルですね、身が。こういう魚なんだなって、ちょっと心配です。はい、洗い終えましたけども、この内臓のあたりがすごくダルダルで、若干匂いがあるので、少し心配ですね。まあもともとそういう魚なのかもしれないんですけど、うん、まあ食べてみたいと思います。では三枚おろしにします。はい、では反対側です。失敗したな。この失敗たちはちょっと、焼きかなんかにします。ちょっと悔しい。もう一匹やろう。これってまたこれが残んねんな。難しい。腹骨を削り落として、皮は簡単に剥げますね。塩水で少し汚れを落としたいと思います。では切って盛り付けていきます。はい、ではハタハタのお作りの完成です。残りはですね、お腹を出して塩焼きか煮付けにしてもらおうと思います。はい、ありがとうございました。